まあ、とにかく青森に向かいます。まあ、あと宮古まで30何キロ青森県入りました。うわ、すげえ、充電すごいですね。なんか有名なあれかもしれない、発色センターって。やばい、久々見たよ。俺のカバスクダブル650。天気がいいね。はい、どうも、ポリブルバラピレンです。お天気いいですが、今日は何日ですか。7月ですよ、7月の2日。じゃあ私は今青森県八戸市に向かおうと思ってます。気になるラーメン屋さんを見つけたんで、麺山だかなんか、なんかそんな感じのお店で、八戸とあと青森市の複数店舗あるのかな、2店舗だけなのかな、あるみたいですね。まあ、とにかく青森向かいます。はい、三陸道路乗りました。気温27度、ちょっと涼しいのかな。まだ10時前通過の気仙沼湾横断橋、金谷大橋、東の大島。あ、岩手県入りましたよ。トンネル中が健在だと書いてましたね。岩手県陸前高田市。一回釜石で給油するっていうのもあれなのかな、どうなんだろう。あと宮古まで30何キロ。早いね。10時半で宮古っすか。前も言ったけど2時間だもんね。驚いちゃうね。ジャンクション。中央 1.2 キロ。あー、これ来たね。来たね、これ。リザーブ。はい、切り替えました。226キロでリザーブ入りましたよ。こっからあと100キロ。次ぐらいでちょっと降りっとおねえかな。本当に。まずいね、これは。いや、さすがにそろそろ降りて。スタンド探した方がいいですね。はい、3時間してようやく休憩ですよ。私、やってる？やってる？おしっこもしたいし。さあ、ここは道の駅でもあり、本当の三陸リアス鉄道の駅でもあるというところですね。レギュラー満タンをカード。ここから八戸って1時間ぐらいですかね。あ、乗ります。乗ったら。あ、そうですね。うん、1時間ぐらいですか。はい。いいんだな、3分だけ。さあ、燃料も満タンでございます。ここが9時なのか。あ、やっぱちょっと結構待ちですな。八戸39キロ来たよ。時刻は12時5分。早えな、12時台に八戸が。驚くね。青森県入りました。最上町とかっていうところですね。あー、やっとだ。八戸市だそうです。なんか町っぽく見えてきた。もう市内に入ったのかな。もう降りた。あ、これそうだ、これ降りた方がいいんだ。来たよ、12時半でここ。さあ、今んとこ前回と全く同じですね。同じルートですね。ただ途中でどっか曲がるんだよな。まあ、あれですね、現在県道11号を北上してると言えばいいのか、なんというのかよく分かりませんが、こう来てこう来て、あと一直線か。ああ、見つけた。これ曲がったらもう直線だ。上町2丁2番町2番街。八戸駅へ向かってる感じですか。で、これは340号とクロスしますと。あと 3.1 キロだそうです。そろそろなんか右手に見えてくるみたいですけれど、あ、あれだ、見つけた。麺山、麺山ってとこね。混んでるような、混んでねえような。あ、結構いるかもしれない。ドゥドゥ、見つけたよ。ライスお進行を無料だって、食べ放題だって。あ、結構やっぱ外で待っていくかもしんない。あ、ここが入り口なの。どこに止めればいいんだろう。さあ、行きましょうか。あ、これが、あ、なんてなってる。どうしよう。失敗したのかもしれない。
十分に。あ、これはすげえ。十分にすごいですよ、これ。どうした。あ、すごいの、こう。ごちそうさまでーす。ああ、来た。来たよ。どうか。来た。濃厚だよ。よいしょ。よいしょ。現在青森県八戸市でございます。これをまっすぐ行けばフェリーフタですか。あら、これ発色センターだね。これちょっと寄ってみようか。ひょっとしてよ、これなんか有名なあれじゃない。確かなんか有名なあれかもしれない、発色センターって。ドラマで見たぞ、これ。でもあれ八戸だったかな。いや、八戸だ、そうだ、発色センター。あ、寂しいです、寂しい。これ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 。あ、すごい。すごい、やばい。やばい。札幌でいうとこなんか、二条市場とか、あんな感じなのかな。まあ、もしくは、上のあれをことか。わあ、すげえ。やべ。あ、ちゃんじゃん。ホタテちゃんだよ。うわ、すげえ。あ、ここは生涯系食べ物屋さん。あ、買って食べるみたいな。うわ、すげえ。カロッピーみたいな。かっこいい。うわ、だって、うわー。でかい。マジですか。これロボット焼き買って焼き食べてる。いいね。2時間400円。はい、これはすごい。大丈夫。え、甘あ、お土産屋さん。この線で久々見たよ。星の目線で。これ6種食ったの。すげえわ。来てよかったね。そうね、リンゴだろうね。これはね、タレのカシューナッツだって。有名なジンギスカンだな。焼肉のタレさん、米どころだから、今週がすごいね。はー、すげえすげえ。うわ、すげえ。こっちもすげえ。うわ、すげえ。こっちは、これフードスペース。もういいですか。私たち飲むね。
さあ、ニンニクすぐでけえな。こっちだよ。あらあらいいね。あいいね。でっかいんだ。すごいすごい。わ、すごい。欲しい。すげえなこれは。ああ、なるほど。サキイカ。へえ。こんな機械があるんだ。どうなんだろう。発色センター、いやー来てよかった。いやあのドラマ見ててよかったね。偶然。すげえ。ああいうのだ。どうしよう。200円になります。じゃあそのままにいいですか。いいですか。じゃあお値段だけ書かせてください。2件ちょうどいいね。はい、今の説明書なんですけれども、後で読んでみてください。はい、ちょっと手を置き下手な芳香剤よりこれ絶対いいと思うよ。さあ、上があるみたいだから上行ってみましょうか。線があるぐらいなんだ。なんもないんだ。全体的にこんな感じでしょうか。どうぞいらっしゃいませ。塩サイダー、このくらいだな。すげえな。名前で欲しい。いや楽しかった。来てよかったね。全部よかった。また偶然にもあったもんだな。カス。さあ改めて牙の香りボトル、これどう使うんですかね。この紙見ればいいんでしょうかね。水に浸してなんちゃらかんちゃら。これお風呂に使ってもいいし、あるよ。よかちんですか。発色センター良かったですな。何のドラマだったんだっけ。アマプラのなんか関西の方のテレビ局で制作したなんか新幹線なんとかかんとか。要はね、主人公の40代ぐらいの管理職の人が、まあ、出張で各地に行くと。で新幹線で出張先行って、まだ新幹線で帰ってくると。でその帰りに出張先の有名なところを あちこち回って、で最後にお弁当かなんか酒であるとかつまみを買って新幹線で食べるっていう、一つのそれがテーマとして流れてくるんですけど、その中でなんか八戸に出張した後で発色センターがなんか寄ってたんだよな。よかったね。いや寄ってよかった。暑いですよ。今何度なんでしょうか。31度ぐらい。ちょっと暑いね。発色センターで歩いたからか。これバスで行ったら海に出るっぽいんだけど、海というかフェリーフトですな。まず海行って、今度繁華街行って、で高速乗って帰りましょうか。フェリーフト、ポートアイランドとかなんかありますな。これは何号線になるんだろう。なんか書いてあるんだろう。書いてねえな。いやー、それにしてもさっきのラーメン美味しかった。本当。ウルトラネギ味噌がなくて、なんか普通の味噌ラーメンに
通のネギトッピングっていうのがあったんですね。あと2倍盛りっていうのが、2倍盛りはこれバッテンだったのか買えなかったのか、普通のネギトッピングっていうのがあったんですけど、いや十分でしたね。私の中では十分、あれでもウルトラでしたよ。あれフェリーですか、正面がフェリーですか。ここは何だっけ、川崎汽船だか何だっけ、どちらだっけ。第一と第三が、うん、あんの、まっすぐに行くとどっちなんだ、第三か。あー、やっぱ資料屋さん多いね。これが、これではないのかな、フェリフト。あー、やっぱ川崎汽船かな、これ K だから。何なんでしょうか、あ、こまっすぐはいけねえんだ。で、あれだ、シルバー、そうだ、シルバーフェリーでしょ。多分川崎汽船だかなんかだったような気がしたんだけど、よいしょ。こんな感じです、フェリーフトでございます。シルバーフェリー川崎汽船ですか、よくわかんないですけども、涼しいですよ。さあ行きましょうか、とりあえず。したら今度町に行けばいいの、どう行けばいいの。あ、これフェリー、これフェリーターミナス、フェリーターミナスね、これね。昔なんか1回乗ったことあるの、あ、2回ぐらい乗ったことあるのか、ガキの頃にも1回乗ったことあるのか。さあどうすればいいんでしょうか、さっぱりわかりません。よいしょ、あ、これ渡っちゃおうか、これ渡った方が面白くないし、これを渡れば橋が出てくる。何大橋、八太郎、ん、大橋、八、あ、八太郎大橋、なんかポートアイランドかなんたらかんたらって書いてある。なんなんでしょうか、ポートアイランド。あれかな、なんか正面の左側になんかちょっとそれっぽいような。あ、これだ、ポートアイランド。なんか神戸とかあれっぽいよね。なんとかアイランド。ポートアイランド、左折ガード。石油備蓄基地、まじまじとこの橋見るとすごいですな、やっぱな。すごいね。これはあれか、橋桁だったのか。さあどれぐらい待たされるんでしょうか。なんか埋め立て地っぽいね、なんかね、見る限りポツンと急遽出てきた孤島みたいな感じですよ、地図見る限り。あれですか、まあ何があるでもなしにただの埋め立て地ですか、開発前のお台場みたいな感じですか。特にこれといってワクワクするようなあれは何もないですね。わ、なんか微妙。はい、釣りしてます。どこの漁港も似たような風景ですな、釣りに勤しむ皆様方は。いいね、八戸港です。さあ行きましょう。特に何か面白い施設でもあるのかと思って来てみたら、ただの開発途上の埋立地でございました。開発途上っていうのかな、まだ若干のスペースがございますので、工場を建てようと思う方はぜひともポートアイランドへぜひご検討ください。